どうもマーティンです、よろしくお願いします。ねえ、じゃじゃーん、コシライ氏からコシライ下地いただきました。ねえ、このトースク作ってカレーに送って、このコシライ下地作ってくれて戻しました。ねえ、なんか興奮しているですけどね。ね、まあもちろん私の豚足は素人のもんですけど、ね、でもこれからね、まあコシライ氏と、サヤ塗りの主がとスカマキ氏が優秀なプロですけど、ね、伝統的な職人です。ね、ね、それからまあもちろんコシライ氏が私の豚足と届くと、何これと言われて、僕の作ったもんですまあしょうがないじゃんね素人だから、ね、でも彼もまあしょうがないな、作ってくれてね、まあよかったよかった、とっても嬉しくてね。それからね、別々でこれがスカの部分がスカマキシに送って、サメ皮巻いて朱色漆塗って、それから銀ずり牛皮で巻いて、片手巻きでまあかまど炭治郎風の巻き方で、さやが主に送って黒ロイロに塗ってくれる。今ねスカーガイシールするって言うだけど、でもね、この下止めもすいちゃうね、それこれとマッチングするので、ただ小さいやつね。でもね、興奮しているよ、すごいじゃんね。まあ砂木もあるけどね、コンクールに出すつもりですけど、日本刀文化振興協会のコンクールに講師ライブに出すつもりですね。まあ後でリンク出品したいならば、リンクつけます、下にね、リンク書きますね。でもそれがいいなと思っているね。まだフーチがちょっと仕上げしないと、時間的に先にスカマキシに送って戻ってくると仕上げしますね。なんか傷つけしやすいみたい、銀だから純銀なので、ちょっと心配している。後でね、話します、ね。でもこういう風ですよ。もしかして、コンクールで受け取ったら落選 なければ、長野の榊町の、鉄の展示館で飾る可能性があります。コンクールの出品として。でもね、それも飾ったら、申し込み の中で書いてあるんですけど、もしかして明治神宮の明治、宝物館で飾る可能性がありますね。まあうまくいけば。でもこれからね、スカマキに楽しみしていますね。さやもね、ちょっとね、目抜きなしでからちょっと心配しているね。将来に以外には使いたいから、ね、ちょっと目抜きなしでちょっと心配している。ちょっと、スカマキシと相談しますかな、ね。この前の動画は、これは時間ないってから、まだ他の動画はまだ編集してないだけど、興奮しているなので、この動画は先にアップするかなと思ってこれをアップして、まあでもさっきの動画で、巻き方説明しましたね。なんかたまになんか結びがあるみたいでしょうね、目抜きの代わりに。もしかしてそういう結び方やろうかなと思っている。ちょっとな、スカマキシと相談しますかな、ねね。それから、まあ分別にすると、ね、まあこれ濃い口、かまど炭治郎風の濃い口を作ったんですけど、それから、ま
ね、かまど炭治郎が先に言ったんだけど、繰り返ってないんだけど、でも実は必要と思いますけどね、まあ、特に相手もにおわすかをなれば、ね、あの銀の下止めがあります。これは素のです。これはほのき。あの本文はほのき。これは素の、ね。それから、こじり。こじりも純銀です。ね、そういう感じです。ね、それから、銀色の切羽、ね、があります。少し場面あの切羽があるんですけどね、でもほとんどない。ね、あのスーバーが鉄、鉄、サビスケ鉄、ね、クルムスカシのスーバー、ね、あのフチはまあ地味だけどでも純銀です。ね、とスカガシラも純銀です。ね、打ち出し、これを打ち出し。こじりも打ち出しでした。技を使って大変だっただけど、ね、それをあと磨いて、こういう風になりました、ね、それから次は、ね、これ取って、ね、ちょっと部分はスカマキシに送ります。これがヌシに送ります。そういうことです。ね、楽しみしています。とても興奮しているんだけど、どうしよう。ね、それからまあ、コンクールには間に合うと思いますけどね。コンクール2つあるんですけどね、あの日本刀文化振興協会と、日本美術刀剣保存協会のコンクールもありますけど、ね、まあ、こしらいは、MBSK、刀文協、日本刀文化振興協会に出そうかなと思っているのと、MBTHK は、まあ、日東法でしょうね、日東法の方に、まあ、数は出そうかなと思っているけど、そしてね、そしてね、まあ、あの少し場面で、まあ、あの炭治郎が、ね、あの銀の藤があるんですけど、でもたまに黒のやつも、ね、この、まあ、これ古いだけど、これ、尺度、あの尺度七個の、でもこれ古い品だけど、コンクール出せばちょっと、まあ、良くない気持ちだけどね、自分で作ってないもんから。それからこれね、銀の方がいいかなと思ってるんだけど、まあとりあえずこれを出そうかもしれない ね。まあ言い合いするときは、まあ同じサイズから同じサイズから、まあ後でどっちでも使っていいかも、巻きと合わせれば、巻きも、ね、スカマキシが巻くときは、きちんと富士と和紙のなので、後で変わったら、ね、合わせない可能性があるかなのでちょっと心配している。そしてね、この動画、まあ、なんか日本とでも興味があれば、これからいろんなものを紹介しようかな と思って、さらに、なんかブログするかなと思っているんだけど、興味があればぜひ登録してください。それからそのベルに押してくださいね。それしないとあまり知らせこないみたいですけどね。また次回よろしくお願いします。Thank you so much for watching this video. If you liked it, please click on the like button and then on the subscribe button, but also click on the notifications button to make sure that you get future videos in your feed. Thank you so much for watching, and I'll see you next time.